また俺。君たち若干どこかでさ、僕をただの便利屋とかな。酒とご飯と独り言。今日はスコールさん。もともとはショップだったんだけど、なんかちょっと拡張してお酒も飲めるお店ってことで、鎌倉駅の西口から駐輪場の方っていうちょっと難しいところにあるんだけど、アウトドアの雰囲気をクーラー効いた中で楽しませてもらおうと思います。レッツゴー。ごめんなさいよ。うめえ。大阪の方にこの会社の本店があるらしくて、でそっちの方のクラフトビールというかをここでも出してくれてるっていう形で、結構ね苦みが効いてるけど香りがすごいふくやかで美味しい。もうこれ見てよ、トトロのさあの包みみたいじゃない。竜のひげやつ。このお店ので IH でも使えるスモークができる機械みたいなの売ってるらしいのよ。でそれやってるんだって。結局スモークが一番上んだよな、何でも考える。これパンどうなって、あ、なるほどね、自分で挟んでください的な感じね。めっちゃうまそうやん。くそうめえ。やっぱスモークって言ったらサーモンっすよ。結局サーモンなんですよ。でこのサーモンもこのお店のさっき言ってたスモークできるやつでスモークしてらっしゃる。だからこれ両方ともやろうと思えば頑張ればなんとかうちにできないことはない。ここで買えばね。そう、鎌倉ならなんかちょっと違う。うめ、でも超うめ、超うめ。これ作ってくれる嫁さん欲しい。なんか焚き火に当たってるとこういう顔しなきゃいけないのかなって。全然違う、びっくりした。ブルーベリー、いやなんだ、なんかちょっとベリーっぽいようななんか風味がちょっとあって、さっきのやつよりもすっきり爽やかって感じ。バナナ、バナナだ。ナッツとかで渋く決めるんだったらさっきのミノのやつで、サーモンとかでちょっとフレッシュにいきたいんだったらこっちっていうのがおすすめだから、要するに全部飲んで全部食え。そうだ、いちいちオチを求めるの悪い癖だと思うよ。二度と出ない。もう勘弁してください。ここ展示会とかもなんかたまにやってたりして、そういうタイミング狙って遊びに来るのがいいかもしれないね。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。めちゃくちゃうまかったね。ビールもおつまみも本来飲み屋じゃないんだけど、でも飲み屋として使ってもめちゃくちゃいいと思う。気づいちゃいました。あそこで飲んでる人とかにはコースター代わりにプレゼントしてくれてるらしいんだよね。で細かいお店の情報とかも書いてあったりするから、ぜひここに来てゲットしてくれよな。あ、お店的には、まあ、ちょっと寒い地域のアウトドアとかに特化してるらしいから、そういうの好きな人はねお店に遊びに来るだけでもめちゃくちゃいいと思う。ということでごちそうさまでした。アウトドア行かなくて済むかもしれない。それどうなの、インドアアウトドア。